ミラーピース。これを解析すれば電柱の企みの一端をつかめるかとも思ったが、まあまあ気を取り直してミチルちゃんの様子でも見に行こうぜ。そうだな。ミチル、元気だったか？よかったミチルちゃん、会いたかったよ。あれ、なんだろうこの感じ。なんだか体の中が燃えるみたい。うわあ！待て、ボルコだと。あれ、なんだろうこの感覚。あの、もしかしてミチルちゃん体調悪かった？姿になった途端、ミチルちゃんの気持ちが伝わってくるような気がして。何？いや、それよりも、から元気だったのか、ミチル。虚偽はやめておけ。検査結果には目を通している。後でわかるんだからな。なんだと。ノロ、ラボへ戻るぞ。わかった。気にしておこう。
さすがに風が強い。ジャンプすると風に流されます。ご注意。
兵装拠点で能力者に破られ武器まで奪われてしまいました。お待ちしていました、来訪者。ここは星の光がよく届きます。待っていた、だと。あなたが来るのは、星の語りかけにより、分かっていました。そして、星の光は、こうも告げています。来訪者は、私たちの同志、パンテーラの未来を阻む存在だと。私の使命はパンテーラを守ること。私ニケと申します。あなたのお相手いたします。星は続けられます。あなたは危うい存在。もうとても危険。俺に銃口を向けられ、それでも危険を感じない者がいるのなら、この目で見てみたいものだな。そうではありません。あなたの進む道はあなたを不幸にする。このままではあなたが身を滅ぼすことになるでしょう。あなたの大切な人すら。くだらん。敵の妄言に惑わされる俺ではない。俺は俺の信じる神の導きに沿い、貴様ら化け物を裁く。予言など意味はない。貴様に明日はないのだからな。どうやらあなたに星の光は届かないよ。では私が止めてみせましょう。あなたは星の導きで。くだらんことをいつまでも喋る。その棒だ。俺が透明する。
ミラーピース回収完了。ドロ、帰るぞ。了解。あんまり遅くなるとノアも心配しちゃうしね。セッティング完了だ。どうだ、ドロ。おー、オッケー。エクスウェポンシステムオールグリーン。問題なし。いつでも使えるよ。成功のようだな。出力を僕の AB ドライブで補う案、うまくいったね。けどそのせいで X ウェポンを使用してウェポンゲージがちょっとでも減っている間はフラッシュフィールドバリアが発動しなくなるから、そこんとこ気をつけなよ。まあスパークステラーもそこは同じだから感覚は変わらないと思うけど。X ウェポン、守りを捨てたモロハの剣。そういう言い回し好きだね、アキュラ君ってば。